1200年頃のバルト部族、ウスチャ系エリア、東、バルト人緑系エリア、西バルトバルト人は、バルト海東南岸付近に居住するバルト語派を話す民族を言う。古くから、バルト海の東南にある南のビスワ川、ダウガバ川、またドニエプル川北方が囲まれている地域に居住した、インドヨーロッパ語族のグループから来ている。人種は、 スカンジナビア人種に属し、地域にある数多くの湖や小卓は、バルト人を外界から隔てていたため、バルト語派は、多くの古代語の特徴を保っている。バルト人の中には、現代のリトアニア人、ラトビア人とラトガル人も含まれ、言語と文化が絶えてしまった、プロイセン人、ヨトビング人とガリンド人も皆バルト人であった。このように、 東バルト語を母語とする東バルト人と西バルト語を母語とする西バルト人に分けられる。遺伝的には陰王語族の2い手ハプログループ R1A が40%ほどの高頻度であるが、ウラル語族に関連する北部モンゴロイドの一種の遺伝子であるハプログループ N も40%ほどを見られ、バルト人の基礎にウラル系民族があることを示唆している。 ありがとうございます。